来年度開設の専門職学位課程の公衆衛生学専攻で、疫学・社会予防医学分野の責任者を務める山崎勤です。本公衆衛生学専攻は、2018年に開設以来、毎年十数名の修了生を輩出し、また、その約半数は引き続き医学専攻博士課程に進学し、 すでにその修了生生も多数生まれていまます。また公衆衛生学専攻ではすでに他の修士号を取得されている方や医師歯科医師薬剤師といった修士号相当の学位を取得されている方も数多く在籍しているのが特徴でもあります。言うまでもなく、疫学・学予防医学は、 公衆衛生学の柱をなす学問領域ですが私が担当する疫学・社会予防医学分野では各種診療データベースなどを使った疫学研究を指導いたします特に国際医療福祉大学内施設で行っている人間ドックデータを使った研究も進めていますこれまでも陰性による 原著論文をいくつか世に出ししてきました進学を検討されている方とはまずフェイス・トゥ・フェイスもしくはズームなどを使った個別面談を行いそこで研究テーマを相談しつつ入学願書を出してもらうようにしています。ぜひ気軽にご連絡ください